あの四足歩行型、荷物を運ぶ蔵がある。先ほど一斉に巨人化したものではないな。だとすればあれが敵の石膏か。我々の接近にいち早く気づき、ライナーらに伝えたとするなら、あの四足歩行型の巨人も知性を持った巨人だ。いや、もっといてもおかしくない。あの巨人、荷物を、一体何が。動いた。 2,3 メートル級ら多数接近。ウトガルド城の襲撃の時と同じく、奴がまず狙うのは馬。敵の主目的はエレンのダッシュであるが、そのためにまず我々から撤退の選択肢を奪う。依然巨人の領域であるウォールマリア領から我々が馬なしで帰還する術はない。馬さえ殺してしまえば退路を閉鎖するだけで我々の補給線は断たれる。1週間でも1ヶ月でも動ける者がいなくなるまでただ待てばいい。敵は交戦のリスクを犯すことなく、虫の息となったエレンを奪い去ることができるのだから。まさに今、敵の大型巨人が隊列を組んで動かないあたり、それ自体が檻の役割を担うものだと確信できる。